は作り物の白骨死体とともに牛と迷宮のテーマパークに生まれ変わることになった。それがひいおじいさんの夢だったはずだとゆり子ちゃんが言ったからだ。灰原、俺もそんな気がする。あの迷宮は子供たちを楽しませようとして伊勢川氏が密かに作っていたのかもしれない。そして同時に家族の絆も今やっと